で、和久井翔さん、おどなたでしたっけ。いやどなたでしたっけ。真島でございます。真島さん、なんでいらっしゃったんですか。いやお家ここじゃないでしょ。帰んなきゃダメ。いや帰ってきましたよ。なんかいろいろとミーティングがあって、あの真島さんなんか、いや真島君やることいろいろ多くなって、あのいろいろとまず食い合わせだっけ、まず食い合わせの蜂蜜をつけたら、あのキュウリ蜂蜜とか、はい、蜂蜜醤油っていう、まあ、基本コースから、そこからまたヒ素を入れてみたりとか、ヒ素料理に入っていくんで、あとそれであとビズマイクのダイナマイクを、あの出てきたので、みょうがの美味しい最高食べ方を。君はハバネロ鍋を作ったみたいなんだから素晴らしい形にできるんですよ。本当にやるんですよね。やるんですよ。まあ2ヶ月曜日関係なくそうですね、先週からの流れでいくといやいろんないい意見が出ましたよ。そうみたいですね。ミーティングはするもんですよ。ちょっとなんかみんないろいろ今さ、ミーティングとか、ミーティングとかその会議がね、はい、その最高、中堅、最低、複合全会議、午前会議か、午前会議が、で、みんなちょうど煮詰まったところに、ちょうどいい話題があったような気がするから、いろいろ真面目に話し合った後に、もう、なんでもいいことっていうのは、そうですね、確かに。まあでもそういうところから始まるんですよ、それで。ああの物事の発想というのはね。はい、あのもうそっか。食べ合わせか。いろんな話出ましたね。食べるものっていうのは、はい、あれなんで好き嫌いってあるんだろうね、人間って。あ、そう言われるんですね。環境だけじゃないでしょ。ですね。あの生まれてこの方、はい、あるわけでしょ、はい、よくあの子供が苦いものが嫌いっていうのは野生が残ってるからだっていう理由じゃない、だから苦いものは毒なんだっていうふうに、はい、野生動物って何が毒か知らないから、でも毒は基本苦いっていう知ってるから、うん、苦いものはすぐ吐き出すっていう性質があるから、はい、子供の時にはまだその野生があるんです、で若干その野生が和久井翔さんに残ってるなるほど。若干野生が残ってる、まあ、それで回避しようとしたんですね。それで尿が毒だと勘違いしてる。勘違いしてるんですね。日本がうまいのに。確かにあれなんか毒だって言われたら毒な気がするじゃないですか。色合い的にも。そうですね、形状的にも。ちょっと形状的にもこれなんか食べたら死ぬじゃないですか。そうですね。だからそのまず誤解の通りだよね。ああ。しかしミョウガをうまく料理するってちょっと。だって普通にめんつゆとかにミョウガが入ってるだけでそれは美味しいもん。そうですね。それは美味しいものになってるんだから、だからその固定概念が変えなくなったんだよ。ああ。ミョウガは美味しいんだ。そっか、そうですね、だからミョウガの味を全くベジマイトで消すような形です。まあ、ミョウガのそれが食感は大丈夫なのかっていう。あでも食感だったら多分ラッキョウは食べれる。ラッキョウは好き。ラッキョウ大丈夫。じゃあミョウガ的に食感はまずクリアだよ。そうミョウガの色が嫌いとか色もない。色もない。色もない。あの味のみ。あの紫の玉ねぎとか食べれる。紫の玉ねぎも食べれる。じゃあもう関係ない。もう全然。もうあとミョウガのもう言ったら多分あの味か。味ですね。一番の難関だ。そうですね。あの味をどうしたらいいんだ。結構強いですよ。強くなかったらミョウガじゃないか。そうですね。そもそも。どうしたらいいんだ。まあ、ベジマイトで消せばいいんですよ。ベジマイト結局それのベジマイトがもしダメだった場合にベジマイトをどうしたら美味しく食べるか何段構えにもしなきゃいけないどんどん強くなってくるこれベジマイトだったらもう何倍でもご飯いけますわっていう状態だったらミョウガだって食べれる可能性はあるあそうですね、うん、というわけで、はい、なんかねいろいろとあれ誰かおっしゃいました最近もやっとなんかね、まあ、真島少将が来た瞬間に、あ、俺2巻ゲースだっていう思い出した思い出したなんかあの僕が喋らないと何も言ってくれないかとそういうそ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 う基本的にゲスト対応だとさ基本的に相手に喋らせるものなんだけど、はい、真島ってさいやこの人イエスしか言わない人だったっていうなんか若干僕喋った方がいいのかなっていう感じだったからあのそうあれそんな気持ちで言ってたんだけどなんかこの人なんでこんな喋らないのちょっと微妙なそもそも自分のない人だったんだっていうちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいよそういうことじゃないんですよ
だから真島くんにすり替わっても誰も気づかなかったみんなあれぐらいにしか真島を認識してない認識弱というわけで、あの明日から真島くんがお送りいたします。よろしく。あ、真島くんかな。月曜のクソをしますけど、マッシュこと真島だったでした。なんで、あのレギュラーな人が一番微妙になるんだ。バイバイ。バイバイ。